何してるの看板先生。まあ、やっぱちょっと日向坂からで、翔平 TV をご覧の皆様こんにちは、八王子レクスタリティの江頭です。どうした？あとですね、僕さっき、まあ、以前の動画多分紹介されてると思うんですけど、僕これさっき購入させてもらったんですよ。で片付けしてたら亮平さんがさっきあのドナイヤめっちゃ気になってるって言ったじゃないですか。ずっと見てるんですよ。え、帰んないの？いや、わかんないですけど、ちょっとずっと見てるんで。マジ？ちょっと行ってみません？ずっとなんか悩んでるみたいで。いや、亮平さん何してるの？こんばんはですけど。いや、え、本当関係なかったんですけど。え、関係なかったよね。え、カモさん、なんでどうしようかなって。じゃあ買います。え、ガチで言ってんですか？決めるときはそう消すかなって。一期一会。え、このグローブにどういう魅力を感じたんですか？山田哲人選手。そうなの？はい、これ山田哲人選手モデルなんで。ドナイヤって持ってないですか、ロイさん？持ってないです。あ、そうなんですか？はい、意外と持ってなくて、はい、で、まあ山田哲人選手は僕好きなんで、はい、まあ、それだけの理由ですけど買っちゃおうかなと。マジっすか？え、今日2人でグローブ買われて俺なかったんですけど。え、購入ですか？まあ、ちょっとお年玉ももらったんで。だそうでしょ、翔平さん。あば、なんかそれで悩んでたらしいっす。俺もう帰るもんかと思って。俺もう帰る準備して。さあ、まだかなと思ってたんだけど。もうちょっとつけてください。え、今から何かするんですか？まあ、あとラベル変えようかなって。あー、なんだ。ラベル。これで、あ、ただ片付けは自分で家帰ってします。おー、はいはいはい。時間を取らせても申し訳ない。いや、そんなこと。それは関係ないけど、ラベルな、どういうのにするの？いや、多分このラベルだと被っちゃうんで。誰と？いろんな人と。誰と？ちょっと、まあ、一番人気モデルだと思うんですよ、多分、うん、ドナイヤの中では。はいはいはい。まあ、被っちゃうんで、まあ、やっぱちょっと日向坂カラーで。お、水色っすか？日向坂好きなんで、カラーをちょっと。これにするの？はい、で、オードリーのピンクもちゃんと入ってて。これにしようかなと。マジで生っ粋のグラブオタクすぎでしょ。生っ粋の日向坂オタクすぎ。いや、そうなんだよね。やば。え、マジで購入ですか？そうですね、マジで購入しますね。じゃあ、2人でこう。ふざけんなよ、お前らだ。お前らだけ。なんため俺来たんだよ。はい、じゃあとりあえず、はい、レジ。レジ行って購入してください。はーい。そう、あの、水色チックで。はーい、了解でーす。何時までお店を？お店何時でしたっけ？6時です、今日。え、大丈夫ですか？すいません。大丈夫です。すいません。全然大丈夫です。もう、早い。早くない？出してるもん。2万9700円になる。え、ドナイヤのラベル交換含めても3万切るんですか？不倫症ですね。マジか。いや、マジで。少々お待ちください。はい、お願いします。マジで購入じゃないですか。ええー。いやそうですね、わかんないですかね。はい、少々お待ちください。じゃあこうして。はい、完成しました。まあ、なかなか、まあ、今年僕のテーマが、まあ、単色もしくは一部分だけの色でちょっと渋くいこうっていうのがテーマなんですけど、まあ、本体は単色でもここ明るいよっていう。おー、いいっすね。まあ、サックスとピンク、ちょっと僕の好きなカラーが入ってるのでかなりいいなっていうのと、あとは手が小さいので、まあ、ここ一個詰めてもらいました。これでフィット感もかなりいいので。いや、目立ちますね。そうですね。肩は？肩は自分でつけます、これから。自分で。いや、まさかじゃないですか。まあまあまあ、まあ、2人してどういう風な片付けしていこうかなと思ってますか？決めてはないですけど、はい、まあ山田選手のグローブ写真で見ながらそれに近いような片付けってここなぐらいですかね。で、良平さん流片付けをしていくと。そうですね。なるほど。なんかあくまで自分の感覚ですけど、この型にしようと思ってその型にするんじゃなくて、僕の場合ははめてって入れて、あ、入れ取り出して、その時に一番柔らかくなるところを曲げるような感覚で。ああ、そうなんですね。じゃあ本当にこの型にしようじゃなくて、そうです。実際こう、まあ、お湯だったらこう湯につけてこう見てこうだなみたいな。そうです。僕はそっちでやってます。俺そこまでできないんで。それはすごいですわ。グローブの曲がる関節、はい、があると思うんですけど、なんか直感で感じるんですよ。ああ、こういう感じだなみたいな、はい、それすげえな。まあ、今までちょっと何回か今言ってやってきたんで、はい、で、無理やり深いグローブを浅くつけようとしたらあまりいい方にはならなかったので、だったらつけた時に、まあ、しっかりと
をこれ負けた時に、まあ、つけたら曲がるんで、その時に一番いい方にしようかなっていうの、力が入りやすい方にしようかなっていうのは毎回思うよりは、でそれで実践するようにはします。まあ、使って型をつけていくとかではなくて、はい、徐々に最初にしっかり型をつけてから使っていくとかですね。ちょっとこれからのちょっと陽平さんのこのドナイヤ期待ですね。2人で買っちゃいましたね。そうですね、結局。はい、ドーンとこのポーズしなくていいですか。これサムネか。どうしたら流れ行こうか。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いやどうもありがとうございました。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント企画。マジいつの間に、まあ、さらっと話してる。だってよ、だってよ、みんな。あの、僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹、右手握力だけだれぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いもん痛いですね。下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんですけど、そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ、何これ。あの、衝撃吸収。僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると、あの、衝撃が少しは吸収されるという。マジで。プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな、2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら、練習でどんどん打つ時に使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんです。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ついちょっと、まあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うんだけど、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、そうです。どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント、はい。で、期間は、まあ、気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあ、そのインスタでも、まあ、そうですね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら。見ました。これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、長平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンダナさんの、インスタ貼ってますんで、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Keep it.